こんにちは、皆さん。歴史チャンネルへようこそ。皆さんは浮世絵という言葉を聞いたことはありますか？聞いたことはあっても、どういうものかというと、説明に困ってしまうのではないでしょうか。浮世絵とは、江戸時代初期に成立した絵画のジャンルの一つで、江戸中期頃から明治まで広く庶民に親しまれていました。当時は直接紙に描く肉筆画と版画の2種類の方法で制作されていて、一般に版画の方が庶民に親しまれていたようです。版画では版元と呼ばれる企画を行う出版社のもと、絵師、彫師、摺師の分業体制で制作されており、一般に私たちが知る浮世絵師というのは絵師になります。ちなみに浮世絵の価格は当時のそば一杯程度と言われており、非常に安価に購入できたようです。有名な浮世絵師には葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳、北川歌麿、東秀斎写楽などが挙げられます。そこで今回は浮世絵師の一人である葛飾北斎について見ていこうと思います。葛飾北斎、浮世絵の巨匠の生涯に迫るストイックで奇才な葛飾北斎の絵への情熱とその思いというテーマで進めていきます。葛飾北斎といえば江戸時代を代表する浮世絵師です。北斎という名前は日本にとどまらず世界でも高評価を受け、世界で最も有名な日本人とも言われています。葛飾北斎が生まれたのは今から約260年前のことです。2020年令和2年から日本国パスポートは中面のデザインが葛飾北斎に決定し、現代アーティストをも凌駕する圧倒的な才能を今もなお見せつけています。そんな天才と呼ばれた葛飾北斎について、その生涯や作品など北斎の生涯をそれぞれの時代に分けて見ていきます。1. 少年時代、1760年から1777年、生まれてから18歳まで。葛飾北斎は、1760年、宝暦10年、本所割下水、現在の東京都墨田区北斎通り付近に生まれました。本名は、河村時太郎と言います。後に、鉄造と改名しました。母は、吉良上野介家臣、小林平八郎の孫娘で、父は、河村坊氏ですが、4歳頃に、江戸幕府御用、鏡師だった、中島伊勢の養子となり、中島八右衛門と名乗っていたと言われています。己6歳より、物の形状を写す癖ありて、と、本人が言っているように、6歳の頃には、絵を描くことに強い関心を持っていました。家業の鏡師は継がず、12歳の時に貸本屋の丁稚下働きになり、そこでたくさんの本を見て独学します。14歳の時には木版彫刻師の徒弟となり、木版印刷の技術を習得します。しかし18歳になった北斎は、自分がしたいことは彫りではなく絵を描くことだと分かり、彫刻師のもとを離れ絵師になることを決意しました。2. 葛川春郎時代、1778年から1794年、18歳から36歳まで。1778年、安永7年、19歳の時に、当時トップの浮世絵師であった葛川春章に入門し、本格的に絵画の修行を始めます。浮世絵とは、江戸時代に発達した風俗を描いた版画のことです。プロの絵師が描く絵画は大変高価で、一部の裕福な人しか見ることができませんでしたが、版画にすることで大量生産が可能になり、庶民でも手にできる娯楽として親しまれました。入門してすぐに葛川春郎の画稿をもらい、翌年デビューします。師匠には早くからその実力を認められ、錦絵や奇拍子の挿絵で数々の美人を描いてきました。けれども、美しい女というよりも、美しい人間だったようです。風流男立八景文七の落雁、1785年から1790年頃の伊達男と呼ばれる美しい男と比べても、女性の顔の特徴はあまり変わりません。男も女も美しい人は美しく、卑しい人は卑しく、ただそんな風に書かれているのみです。
他にもシャレ本、春画の挿絵、肉筆美人画も経験しました。投資遠近法を用いて建物や風景を描く浮世絵も描きました。20歳前後に、名前は不明ですが、最初の妻と結婚しました。一男二女を授かります。一見順風満帆に思えますが、この時代は師匠の勝川春章はもちろん、鳥居清長や北川歌麿といった巨匠が黄金時代を形成しました。しかし当時の北斎は画壇での地位も人気も収入も二流止まりでした。しかも兄弟子の春光からは絵が下手だと罵倒され、目の前で破られるなど、かなりのパワハラを受けて耐える日々だったといいます。晩年北斎は、自分の画法が進歩したのは実に春光が自分を恥ずかしめたことに始まると語るほどです。北斎はとにかく絵が上手くなりたい一心で、浮世絵以外の他派の絵画、狩野派、堤東林、土佐風や芝公館について西洋画や明画も学び猛勉強します。1793年寛政5年に師匠勝川春章が67歳で死去しました。北斎は勝川派を離れます。離れた一説には、他流派を学んだことで勝川派を破門されたとも言われています。3. 俵屋総理時代、1795年から1798年、36歳から39歳まで。1795年寛政7年、北斎は琳派に加わり、3代目俵屋総理を襲名します。琳派とは尾形光琳、俵屋宗達を祖とする一流の画派です。北斎は特に美人画に注力し、顔が細くすらりとした優美な美人、総理美人を完成させました。北斎の美人の特徴は、吉備美人愛のうち浄瑠璃盆のように顔が細くてすらりとした優美な女性で、目や口は小さく繊細で儚げ、これが総理美人ともてはやされます。錦絵の美人画はとても少なく、肉筆美人画に活動の基盤を築きます。北斎が女性を意識して美人画を描くのは、俵屋総理を名乗るようになってからと言われています。実は総理襲名時に、私生活では最初の妻を亡くしました。またこの頃、シャレ本に代わって社会風刺や皮肉を盛り込んだ短歌と挿絵の本である京華絵本や、京華絵本の自費出版物である京華刷物が流行し、北斎も積極的に手掛けました。人気の割にはお金がなく、七味唐辛子を売るなどの副業を始めますが、それでも足らず、1798年、寛政10年、総理の画号を経った4年で、門人である宗寺に売ってしまいます。ちなみに、北斎は画号が売れることに味を占め、以降、お金に困ると弟子に売りつけたと言われています。4. 北斎時代、1798年から1809年、39歳から50歳まで。お金に困ると弟子に売りつけた北斎ですが、五月のぼり、二正気、つまり中国の魔除けの神を書くことで、二両、現在価値に直すと約16万円という大金を得て、志を一転させます。流派には属さず、生涯画工を貫くことを誓います。これが生涯画工を貫くことを誓ったエピソードです。1798年寛政10年から北斎総理、北斎時政の号を持ち、その後も細表の要望の総理美人を描き続けます。1801年から1804年にかけて、あでやかさと優美さと品格を兼ね備えた華麗な美人画を確立しました。上質な絵の具を惜しまず使用し、北斎の充実期を迎えます。二美人図は、一人の遊女が物憂げな表情で立ち、横座りをした女性が振り返る簡潔な構図が美しい作品です。1805年、文化2年になると、ついに葛飾北斎を名乗ります。美人画はさらに進化し、総理美人にあった儚さが消えて、強くしなやかな死体を持つ存在感のある女性が描かれるようになります。首を直角に曲げ、体を極度にひねる少し不自然なポーズが定番になります。北斎の個性が光り出します。鏡面美人図は体のうねりを強調した大作です。
ヘアスタイルを気にして身支度を整える後ろ姿美人を描きながら鏡面に顔が映る趣向を凝らした作品です。お歯黒をして頬付きを噛んでいる様子から美しい人妻が合い引きに出かけるのかもしれないという想像をかきたてられます。私生活でもこの頃に5歳ことおめとり、後に一男一女、一女はおえと言い、後の葛飾王位を授かります。1799年には不選挙北斎、1804年に画狂人。北斎の号を用いて後に重要文化財となる二美人図を発表しました。総力とは違った妖艶な美人画を肉筆画で手掛けます。また本格的な特本の挿絵も手掛けるようになり、曲亭馬琴、柳亭種彦、十返舎一九と組み一世を風靡するのでした。この時期からパフォーマンスアートも行われました。音羽護国寺では本堂前に広さ120畳の大だるまを描いた来画を披露しました。江戸幕府第11代将軍徳川家斉の前では当主を横にして化けで長く藍色を引き、鳥の足に朱肉をつけて髪の上を歩かせ、これ竜田川の風景なりとお辞儀をして立ち去る石画を披露しました。北斎が画面の大きさや鑑賞者の気仙にとらわれず工夫を凝らしたことで北斎の名前は江戸中に轟きます。そしてついに1805年葛飾北斎の号を用いるようになるのです。後大都時代1810年から1819年、51歳から60歳まで。1810年から大都、北斎大都の画号に変更しました。この頃から美人の肉体がふくよかになり、衣装にチリチリとした縮れが表現されるなど変化が起こります。ちなみに北斎はこの時点で弟子は約200人いて、対応ができなくなったため絵で本、つまり絵の描き方を習う本や北斎漫画の制作に傾注するようになります。絵で本は13年間で10種類以上を出版しました。また北斎漫画の半紙体は1812年北斎門人で、尾張藩士の牧牧選択、現在の愛知県名古屋市に投留して書かれます。1814年に初編が出版され、5年間で10編を制作しました。海外でも北斎スケッチの名前で大ベストセラーになり、ジャポニズム、つまりヨーロッパで流行した日本趣味を巻き起こすのです。6、飯津時代、1820年から1834年、61歳から74歳まで。北斎は還暦を迎えると心機一変、飯津、北斎飯津の画号を用います。また5歳との娘、おえい、後の葛飾王位が離婚し出戻ります。おえいとは揃って川柳、柳樽に積極的に参加するなど、晩年まで絵も一緒に描くようになります。1826年にはオランダの商館長やシーボルトの依頼により絵画を制作しました。1827年、北斎は脳卒中になりますが、柚子を使った自家製の薬を作って回復したと言われています。北斎が描いた美人画は飯津までと言われています。それ以降は関心の外になったようで、ほとんど描かれなくなります。実は1828年に5歳ことが死去してしまいました。美人画を描かなくなった時期と一致するのです。うちわと美人図は北斎飯津筆の落款が入る数少ないため、一時代の貴重な一枚となっています。帯揚げをする不自然なポーズと縮れた衣装が大時の特徴を継承しています。美人画で遊女や花魁を描くことが多かった北斎ですが、モデルとしたのは全て妻のことだったのではないでしょうか。異性を描こうと思うとき、誰しも好きな人を一度は思い浮かべるものではないでしょうか。北斎にとっての美人はこと以外にはいないことが分かり、ことがなくなることで美人画を描く意味がなくなってしまったのかもしれません。それからの北斎はまるで悲しみを振り払うかのごとく精力的に作画を開始します。1831年、代表作となる富嶽三十六景を発表します。
その後、追加で10図加えて全46景となります。また、行楽、旅行ブームが起こり、北斎の富岳36景、歌川広重の東海道53次が大流行し、この2人によって浮世絵に風景画が確立されることとなりました。同時期に怪奇を主題とした百物語も発表しました。また1832年に琉球八景、1833年諸国滝巡り、千重の海などの風景版画や、1834年富岳百景などを連作します。絵手本の時代には洋風表現を大胆に使用した作例もありましたが、この時代にはより洗練した方法で洋風表現を使い、中国の南品派の表現も採用しています。花鳥画など現在も有名な錦絵の名作が多数生み出されました。7、卍、画境老人時代、1834年から1849年、75歳から90歳まで。北斎は1834年頃から川柳で使った卍、画境老人を画稿として晩年まで使用します。天保の大飢饉が起きたことにより、江戸市中でも餓死する人が多く、錦絵を出版することがなかなかできませんでしたが、北斎は肉筆画帳を絵草紙屋に並べてもらい、餓死から免れていたようです。また、放蕩孫の借金取りに悩まされることもありました。北斎は親戚を頼って浦賀、現在の神奈川県横須賀市に身を隠しますが、江戸に戻った1839年、80歳にして初めて火事に巻き込まれます。生涯かけて写しためた画とも焼失してしまいます。その様子はまるで古事記のごときありさまだったと言われています。80歳半ばになると再び脳卒中になり、利き手の自由が奪われる危機に見舞われることになりました。しかし、獅子の略筆画を日課として描き続けたことで驚異の回復を見せました。獅子の略筆画についてはまた後で解説します。1844年と翌年の2回、北斎問答で豪商の高井三九郎が住む小布施、現在の長野県上高井郡への旅行が実現します。東町祭り屋台の天井が龍図、鳳凰図、十上町祭り屋台の土塔図、尾波、女神の4枚の大作を書き上げます。そして1849年正月、肉筆画の最高傑作藤越龍図を書きますが、ほどなくして床に伏せ、4月18日に永眠しました。数え90歳でした。貧乏と言われた北斎でしたが、葬儀は友人や門徒がお金を出し合って立派に行われたと言われています。葛飾北斎の生涯を見ていく上で、たくさんの作品が作り上げられました。妖怪絵はその中の一つでもあります。まず、妖怪とは人間が理解できない不思議な現象や不気味な物体のことを言います。江戸の文化文政時代、一大怪談ブームが訪れました。北斎は錦絵や徳本挿絵で様々な鬼や化け物、幽霊を描きました。1788年から1792年頃には新版浮世絵化け物屋敷百物語の図を発表しました。百物語とは、夜中から順に怪談を語り始め、話が終わるたびにろうそくを消していき、それが100本目になった時にお化けが現れるという逸話です。この絵は100を語り終えた後、化け物たちが現れた様子を描いています。遠近法浮世絵を使い、化け物たちがうようよと浮き出てくる臨場感が表現されたものです。1831年天保2年、70歳前半には中版錦絵の百物語を発表しました。これがまた大流行しました。題名通りの百ではなく、実際には5点しか存在しませんが、百物語皿屋敷は人形浄瑠璃や講談でよく知られる話で、皿を割って惨殺されたお菊の首が井戸から出てくるシーンを表現しています。他にも鶴屋南北、東海道四ツ谷怪談のお岩さんや、幽霊役が得意な旅役者小肌、
古平寺など画面から飛び出すようなおどろおどろしい迫力と北斎漫画に通じる独特のユニークさが反響を呼びました。非現実的な世界と北斎の奇才が見事に融合しています。また北斎の作品の中に北斎漫画と呼ばれる作品がありました。この北斎漫画は全15編でカット数は約4000点です。タイトルの漫画とはそぞろに描いた絵の意味で北斎自らが命名しました。北斎が亡くなる1849年、嘉永2年に13編が刊行されていることからも、北斎漫画の制作が彼のライフワークになっていたと言っても過言ではないでしょう。前にも解説しましたが、北斎が名古屋に住む弟子の牧牧仙卓に逗留した際に描いたスケッチをまとめたものです。つまり名古屋は北斎漫画発祥の地と言えるでしょう。さらに1856年、北斎漫画が日本から送る陶磁器の梱包として使用されているのをフランスの版画家フェリックス・ブラックモンが見つけたことから、ヨーロッパでジャポニズムが起こり、北斎漫画は北斎スケッチと呼ばれ、海を越えて大ベストセラーになりました。北斎はモネやドガ、セザンヌなど印象派の画家たちにかなりの影響を与えました。特にエドガー・ドガが描いた踊り子たちピンクと緑という作品は北斎漫画11編の力士と構図がそっくりです。またクロード・モネは北斎が描く大地から生える花に感銘し、あの有名な睡蓮を描いたのではないかとも言われています。また晩年になると北斎は日蓮や空海という聖人や竜、虎、獅子などの霊獣を好んで取り上げるようになります。その理由として67歳で脳卒中になり、68歳で五彩を失い、80歳半ばにまた脳卒中になり、利き手の自由が奪われる危機に見舞われるなど不安が多かったためではないかと言われています。獅子は高麗から伝わったというライオンに似た伝説上の生き物です。悪魔を圧する霊力があると考えられていました。北斎は日を新たに間を除くため1842年、天保13年の83歳から1年間獅子の略筆画を描くことを日課とし、その祈り通り驚異の回復を遂げるのでした。龍は中国から伝わる想像上の生物です。頭には鹿の角、口には長いひげ、胴体は蛇、背には81枚の硬い鱗を持つ巨大な爬虫類として書かれています。仏教では龍が仏法を守護する八部衆の一つとされていることから、宝堂の天井によく書かれ、法の雨、つまり仏法の教えを降らすと言われています。また北斎自身も辰年生まれでした。北斎は死の3ヶ月前にも富士山を越えて昇天する迫力のある龍、富士越龍図を描いています。そこに描かれた龍は神妙で、まるで生きて絵の中から飛び出してきそうなほど生命力を感じるものでした。富嶽百景の抜文、つまり後書きで、90歳にしてなおその王位を極め、100歳にしてまさに神妙ならんか、有10歳にしては1.1角にしていけるが如くならんと書いていますが、そうなる自信が本当にあったのかもしれません。ここで忘れてはいけないのが有名な北斎の富士山、赤富士や北斎の波です。富士山といえば日本一高く日本一美しい山として有名です。北斎にとって富士山は特別な山でした。代表作となる富嶽36景では全46作品に富士山をあしらい、名所絵、風景画というジャンルを確立しました。北斎ならではの斬新な構図とともに、季節、天候、場所などの違いで見え方の異なる富士を発見し描写したのです。その後も富嶽百景と題する絵本や、晩年は暁の富士、松に富士、富士越龍図の肉筆画を発表します。北斎にとって富士山を眺めて描くことはライフワークであり、生きている証だったのかもしれません。外風改正は俗に赤富士と呼ばれる一枚です。外風は南風のことで、夏の晴れた日の明け方、富士山が赤く染まる現象が起こる一瞬を捉えた貴重な風景です。
朝日を浴びた雪が残る赤い富士と鱗雲を帯びた青い空のコントラストが爽やかな作品です。北斎の波については、江戸っ子の北斎にとって海は身近なものだったに違いありません。勝川春郎の時代から狂歌本の中で数々の波の絵を描いています。波を描いたもう一人の天才といえば尾形光琳でした。35歳の時に北斎は琳派に入門し、尾形光琳、俵屋宗達の画を極めます。神奈川沖浪裏を描き、その実力が開花するのは北斎が70歳になってからでした。神奈川沖浪裏は波のしぶきがダイナミックで、全く写実的でないと思われるかもしれません。しかしこの波の絵が描かれた180年後の現代、ハイスピードカメラで波を捉えるとかなり似通っていることが分かったのです。鋭い観察眼を持った北斎の目には、このハイスピードカメラと同じように波の神髄が映っていたのではないでしょうか。そして全てを超越する霊峰の姿を見事に描いた傑作として、海外でもザ・グレート・ウェーブの呼称で知られています。そして70歳になった北斎は、まるで生まれ変わったかのように、代表作となる富嶽三十六景をはじめ、百物語、琉球八景、千重の海、諸国滝巡り、諸国名橋奇覧、詩、詩歌写真鏡などの錦絵をわずか5年の短期間で精力的に発表します。そのすべてが高く評価されています。それまで美人画や風俗画の背景に過ぎなかった風景が、風景画というジャンルとして確立されたのです。北斎は67歳の時に脳卒中で倒れるも、1年後に見事に回復しましたが、後妻であること、と死に別れます。北斎はまるで悲しみを打ち払うかのように富嶽三十六景を制作しました。名所の景物に過ぎなかった対象を中心に捉え、斬新な構図を見せる手法で大絶賛を浴びたのです。富嶽三十六景の初版10作品はベロ藍と呼ばれるプロシア製の染料を用いた青い色の濃淡で刷られました。江戸の庶民は初めて見るベロ藍色の絵の美しさを北斎ブルーと呼び、称賛します。また2版以降は多色刷りで、藤の雲間に惹かれた橙色がとても綺麗です。どの作品も手元に欲しいと思わせる版元の創意工夫がみなぎります。北斎は富嶽三十六景のことを100以上出したいと語っていました。その言葉通り、すぐに裏富士と呼ばれる十図が追加で刊行され、富嶽は46景になります。さらに2年後、富嶽百景という絵本を全3編刊行します。富嶽百景は冊子という形式なので、その特性を生かして富士山の誕生秘話である神話や伝説がストーリーで展開されるなど、次のページをめくりたくなる構成となっています。初編1ページ目に登場するこの花の咲夜姫の御事は神話上の富士山の女神で、背後に富士山を携え空に浮いているかのような姿が神々しく美しく描かれています。2編で描かれている東流の富士は、富士の裾野から這い上る竜の姿が大迫力の作品です。また2編会場の富士は、富嶽三十六景で大好評を得た波の表現を存分に生かした構成となっています。大波のしぶきから生まれ出てくるかのように飛び立つ千鳥は、まるで動く絵、アニメーションのようです。奇才、北斎のとてつもない想像力に感服します。最後に、北斎が75歳の時に出版された絵で本富嶽百景初編の最後にある抜文です。6歳の頃から絵を描いてきた北斎は、70歳以前までに描いた絵は取るに足らないもので、73歳にしてようやく動植物の骨格や出生を悟ることができたと述べています。そして80歳ではさらに成長し、90歳で絵の老いを極め、100歳で神妙の域に到達し、百花ととせになれば一点一角が生きているようになるだろうと、100歳を超えてもなお絵師として向上しようとする気概を語っています。このように人一倍つ強い向上心を持って、北斎は画業一筋の人生を歩みました。
数々の名作を生み出した天才絵師葛飾北斎は、米ライフ誌のミレニアム特集号、この1000年で最も重要な出来事と、人物100選の中で唯一紹介された日本人でもあります。死後150年を経て、勝ち得た、こうした世界的な評価も、北斎の不断の努力があればこそです。北斎はとにかく、研究熱心な努力家、浮世絵の様式を習得するだけでは飽き足らず、様々な画派の技法を取り込み、中国や西洋の絵画も研究しました。90歳の長寿を全うし、生涯現役でした。多くの弟子を抱え、人気絵師の名を欲しいままにしながらも、本人は最後まであと5年、いや、あと10年生きながら得ることができれば、真の絵描きになれたのにと現状に満足せず、常に高みを目指していたそうです。そんな彼の画稿の一つが、画狂人。森羅万象あらゆるものを描き、画道一筋、ひたすら邁進し続けた人生だったのではないでしょうか。そして皆さんが、葛飾北斎、浮世絵の巨匠の生涯に迫る、ストイックで奇才な葛飾北斎の絵への情熱と、その思い、を見て、少しでも共感していただけたら、とても嬉しく思います。さらに魅力的な歴史の物語もお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が動画を作る励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。